どうも、森の妖精陽子ですというわけで、明日、以前から種をまいていた偽案件の妹会議があるんですけど、そこでね、とあるドッキリをやっていきたいと思います。題して、リモート会議に来た取引先の相手が元セフレと元カノだったドッキリ。なぜこのドッキリをやろうかと思ったんですけど、結構前に元セフレさんから DM いただいて、よくトイズチャンネル見てますと。私が言うのもおこがましいんですけど、レンさんと一回やったことあります、もし機会があったらぜひ使ってくださいっていう DM が来たんですよ。出演したいと。そう、出演したいと。正直向こうから来るパターン久々だったから、いたずらかなって思ってインスタ飛んだんですよ。それ何人か共通いて、その共通にこれ DM 来たんだけどガチって聞いたら、あ、ガチだよみたいな、これ一緒にいたしって言ってたんで、しっかり裏取れましたで、以前元カノジャパンあったじゃないですか。その撮影に来る予定だった元カノさんいたんですけど、予定がまず来れなくて、その日なので、そこに一緒に元カノさんもリモート会議に参加してもらおうと思います。で、その元カノさんは2ヶ月ぐらいしか付き合ってないって昔言ってたんですけど、さすがのレンも多少は覚えてるでしょう。いや、覚えてるでしょうなので明日、以前からその案件の話を事務所内でもちょくちょく進めてたのと、明日のリモート会議にも事務所の人間も一緒に同席します。ちなみにどんな案件の内容なんですか？マッチングアプリの開発です。それにあたって恋欲カップルが携わるというか、プロデュースもするみたいな。あ、そうです、そうです。長年付き合ってるカップルだからこそのみたいな。そう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 、まあ全部ないんですけどねそんな感じで、明日コータでリモート会議いないんで、今日オープニング撮ってます。それではやっていきましょう。レッツーめちゃくちゃ地獄やろがい。トイズチャンネル。あざす。もういつでもオッケー。マジで。もうこれをしたらすぐ。オッケー。いい？よし。行くね。オッケー。お疲れ様でーす。あ、お疲れ様です。です。よろしくお願いします。今日の打ち合わせは以前お伝えしてたと思うんですけど、今開発中の新しいマッチングアプリっていうのがあって、それのアンバサダーという形でトイズチャンネルに今オファーをいただいてるんですね。そのアプリの今開発中なので、アンバサダーのお二人にどういう恋愛をしてきたかとか、そういうところも参考にしながら、これからのユーザーのために開発していきたいというところで、この後制作されてるスタッフの方がお二人、実際にお二人の話を聞きたいというところで、これから打ち合わせを組ませていただきました。マッチングアプリ系の仕事とかやったことないから、うん、楽しみです。確かにめっちゃ今たくさんマッチングアプリある中で、カップルとしてお二人をアンバサダーというところなので、多分いろいろとちょっと質問されると思うんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。久々にワクワクするお仕事というか、うん、そうですね、すごいですね。あ、今来られたので一人、はい、入られます。はい、はい、でも結構やるからにはちゃんとその成立率とかさ、うん、そういうの率率とかさ、うん、そういうの率率とかさ、うん、そういうの。はじめまして。あ、はじめまして。よろしくお願いします。広報担当のと申します。よろしくお願いします。レンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人にも説明したんですけど、開発中のマッチングアプリについて、二人の恋愛について直接インタビューしてくださるというところで、では早速ですね、お話の方入らせていただきたいと思います。はい、はい、では今回のこのマッチングアプリ開発につきまして、お二人の恋愛経験などをお伺いしたいなと思うんですけれども、同じ職場であったり、同じ学校であったり、そういうところ以外での出会い方ですね。例えばこう街中でナンパなどってこうしたことなどってありますでしょうか？私はしたこともされたこともないんですけど、うん、さんってありますか？
そうですね、ちょっと私もしたことはないんですけれども、はい、昔ナンパ1回だけされたことがありまして、はい、その方が格闘技をやっている、ちょっとマッチョな男性だったんですけど、格闘技だから、でもなんか親近感湧くんじゃん。うん、ある？何？そのナンパとか。ナンパはそうだね。まあ、そのマッチングアプリを開発するにあたってちょっと懸念している点がありまして、出会ったその日に夜を共にしたがる男性が増えないようにすることが目標なんですけれども、レンさんはその日に出会ってそのままお持ち帰りをしてしまうような経験ありましたか？いや、ありますよ。それどんな気持ちでそうしたんですか？いや、ちょっと遊びたかったんですかね、すいません。そういうさ、一夜を共にした日の夜の記憶とかってあんの？絶対関係ないからいらないって。まあ、覚えてらっしゃるのかなっていうのは気にはなりますね。あー、でもあんまり覚えてないですかね、酔っ払ったりして。でもあれですよ、なんだろうな、ちゃんと覚えてる時もあるですね。勢いとかですかね。まあ、勢いの時もあれば、もちろん勢いじゃない時もあるですね。はい。ナンパとかって結構してきたんですか？え、僕ですか？はい、レンさんです。あ、僕は、でもそうですね、ちょくちょく。ちょくちょく？はい。あー、ちょくちょく。ちょくちょくです。ちょくちょく勢いであったり、お酒の力だったりの話でしたが、やっぱり記憶ってないもんですか？全然覚えてるっすね、はい。なるほど、参考にさせていただきます。ありがとうございます。でもなんでこのトイズチャンネルを起用していただこうって思ったんですか？やっぱり今若者も見ているチャンネルですし、お二人30代になられたということで、お付き合いされてる期間もきっと長いと思うので、結婚までできるようなそういった真剣なアプリを作っていきたいなというふうに考えていて。嬉しいです、めっちゃ嬉しいです、めっちゃ嬉しいです、めっちゃ。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。開発してると申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。今ってどのようなお話されてましたか？今、さんとトイズチャンネルの今までの恋愛経験だったりとかという話をちょっとしていて、マッチングアプリ作るにあたってのヒントをお互いに出し合っていたっていう感じです。あ、そうだったんですね。実際に作るのは私なので、ちょっと2人にご質問させていただきたいんですけど、今まで付き合った方と平均どれくらいお付き合いされてましたでしょうか？いいよ、先。まあ、数はそんなに多くはないんですけども、平均1年ぐらいです。レンさんはどうですか？まああれですね、半年から1年、いや半年ぐらいですかね。半年から1年、思ったより長いですね。はい、私は2ヶ月ですかね。いや、2ヶ月って時ある？2ヶ月、うん、平均が半年から1年だから、半年以下の月もあるのかな。あ、2ヶ月もそうね、あったね。へえ。2ヶ月の時ってどうだったんですかね。僕ですか？はい。あ、でも全然すごいいい2ヶ月ですね。あ、やっぱじゃあそれなりに記憶はあるんだ。ありますね。思い出とかありますね。例えば、そんな別にカップルの話やん、うん、そんなかあんま僕じゃなくていいと思うんですよね。やっぱり来るにあたってそういう情報っていうのが結構必要なので、いろいろ聞かせていただきたいなって思って。全然恋横でよければ何でも答えられるんで。ね、大丈夫？大丈夫。どうした？大丈夫ですか？あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待っててください。はい、すいません。はい、すいません。ちょっとお待ちください。は
はい、はい、はい。ちょ、何やってんべ。何やってんべ。何、いや、やってんでしょ。ちょっとでも本当に今違う休日やの。やってんでしょ、ドッキリ。何のドッキリ。いやいや、もう見りゃわかるやん。テキさんがいないからってふざけてんの。違う、違くて、あ、本当にドッキリじゃないの。じゃないよ、だって前々からこの話聞いてたじゃん。え、じゃあごめん、あの後でなんかうわーってなってなんかめくれてもなんか気まずいから言うけど、うん、元カノ。えぇ、元カノ。嘘つく。ほんとほんとほんと。しかもしかもこのくるみ、俺多分やったことある。え、多分やったことある。それはじゃあ嘘です。名字合ってるかわかんないけど多分やってる。迷惑かかっちゃう。オッケー、じゃあ本当に違うのね。いや本当に違う。じゃあ仕事だから全うするよ。マジで全うして。違うんだね。絶対違う。はあ、ご住所してるじゃない。あ、すいません、お待たせしました。なんかもうちょっとこう重要な聞きたいことを全然ストレートに聞いていただいても大丈夫です。何でもあの参考にしていただければと思いますので。お願いします。すいません、お待たせして。先ほどもあの話させていただいていたんですけれども、アプリ開発にあたり男性目線での懸念点っていうのを今一番ちょっと消していきたい部分ではあるので、ちょっとレッサーの方に多めに質問になってしまうかもしれないんですけれども、お付き合いいただければと思います。はい。パッとアプリを見た時に印象に残る女性ってどういう感じの女性ですかね。やっぱ清潔感があってがやっぱ一番ですかね。髪型は、髪型、うん、髪型個人によらん。いや、わかんない。髪型とかはいらないっすよね。痛いです。痛いです。どういう感じの髪型が好みですか。髪型でも結構僕どの髪型も好きです。例えば。いや、そう、例えばとかそんないいって、うん、いみんな違うよ。ある方がいいとかない方がいいとかあるじゃん。あー、どっちもいいんじゃない。どっち何が。どっちかって言ったらどっちか。まあでも、うん、あった方がいいんじゃない。ああ、そうなんですね。え、なんで笑ってんの。マッチングアプリって多分一夜を共に過ごす目的の人が多いわけじゃん、もしかしたら。でも今回開発するアプリはそういうのを減らしていきたい、真剣交際を増やしていきたいって感じですね。どうしたらそう思ってもらえる、その一夜を共にしたことが。そんな俺ばっか言う。うん、いや、わかんないからさ。そうですね、経験先ほど あるとのことだったので。はい、すいません。はい、一夜を共にしたことがある。はい。なんかちょっと顔色が悪いんですけど大丈夫ですか。ちょっと顔、体調悪いかもしれないですね、ちょっと。で、ちょっと熱測るわ。ん、何これ、何これ。あ、これ熱あるわ。じゃあ普通に、ね、あ、これ熱ありますね、みんな。くるみさん、の当時ね、一夜とも過ごしたと思うんですけど、はい、熱が、あの日もあったかな。ねえよ、やっぱそっちかい。ありました。どっ、そうやん、まいさん、そうやん。付き合ってた時、毎日熱出てましたよね。毎日熱出てましたね。ほらもういいって、もういいって、こういうの。大変。おい、事務所の人間をさ、こうやって入れんなよ、じゃあ。じゃあね、だって、今回くるみさんから DM いただいて。あっちから来たの。そうなんです、ありがとうございます。 DM。 いえよかったよ、逆に。何か、いや、ドッキリじゃなかったらこれから俺しばらくこの人たちと仕事するんでしょう。ドッキリでよかったよ。今回リモートで残念ながら会えないんですけど、まあ、いつかね、会えたらいいね。いや、会いたくないって。会えよ。リモートでよかったよ。なんでしょ。いいよ、私も前髪作るの。いや、いいよ。だからもうあの場面で髪型どうすればよかったんで、俺はもう3分の2だから前髪って言ったけど。じゃあ熊井さんも前髪作った方がいいかもしれない。ほんまに。え、待って、じゃあ熊井さん。はい。あれっすか、マッチングアプリの話もそうっすか。そんなのないですよ。ないです。ないです、こんなないです。このために3週間前ぐらいからちょっと話進めてもらって、今日でした。だる。これ別にドッキリで、その案件もないんでしょ。ないです、うん、じゃあなおさら切りたいよ、これ今。じゃあなんかレッサン照れてるんで、今回の会議は終わりになります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お元気で。お元気で。またいつか会いましょう。はい、会いましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。Like a Hellcat.